エナジードームをかぶったマーク左からジェリー、マーク、ボブ1号 D ボはアメリカ合衆国オハイオ州アクロンで1973年に結成されたロックバンド。1973年オハイオ州ケント州立大学美術学部の学生だったマークマザーズボート・ジェラルド・キャセールが意気統合して前進となるグループを結成した。 その頃二人はグラフィックアートの世界に幻滅し、音楽の世界に可能性を見出そうとしていた。The beginning was the end knowledge can be in a e n という人文、自然科学の本を読んで影響を受け、その人間体化論を音楽のバックボーンにしようと考えた。ディーボというバンド名はデイエボリューションの略で人間は進化した生き物ではなく、退化した生き物だという意味が込められている。 1970年代後半に登場したニューウェーブバンドのうちでも非常に影響力の強かったバンドである。日本ではクラフトワークと共にテクノポップの成立を語る上で欠かせないバンドであり、後にポリシックスをはじめとするフォロワーが現れ始め、さらにはペイボのようにそっくりなバンドも生まれた。本国アメリカではニルバーナ、レイジュアゲンストザマシーンといったバンドがカバーしている。 欲望心理学からシングルカットされたホイップイットがトップ20に入りヒットする。その後はオーノー、イッツディーボでは名プロデューサーロイ・トーマス・ベーカーを起用。シャウトではサンプリングシンセ、シモンズドラムを導入してサウンドを進化させたが1990年代になるとレコード会社の倒産やバンド活動への疑問が生まれ活動を停止することになる。 洗濯機などの機械が発するノイズを用いた極めて実験的かつ前衛的な音楽で今ではノイズミュージックの先駆けと評価する人もいるが当初はキャンパス内で開いた発表会でビール瓶を投げつけられるほど不評を買った。しかし1977年に最初のミュージックビデオザットリース・アバウト・デ・エボリューションがアナーバー映画祭で入賞したことにより評価は一変した。 1978年のライブ。左からアラン、ボブ1号、ジェリー。1974年に、今後は既存のロックの形式を取り入れるしかないと考え、ジェリーとマークは、おののの弟と、隕石関係のないアランを引き入れて、バンドを結成した。ジェリーとマークの弟は、それぞれ、ボブ1号とボブ2号と命名された。ボブは、英語で、ロバートの愛称である。 初期の活動について、マークは次のように語っている。演奏の仕方、使い方がエスタブリッシュされているもので、未来は語れないよ。未来のためには、未来の手段が必要だ。今のミュージシャンは、例えばシンセサイザーを使うときも、ギターやドラムを使うときと全く同じように使おうと、する。つまり、これまでの楽器の代用、または延長としてしか見てないのさ。 エレクトロニクスにはエレクトロニクスの言葉があるんだよ。ピート・タウンゼントはエレクトロニクスをエレクトロニクスとして使った最初で、ほぼ最後のギタープレイヤーだが、他のミュージシャンはエレクトロニクスをいかに人間の言葉に置き換えるかのみを追求してきたみたいだ。ディーボはエレクトロニクスを崇拝しているわけでもないし、エレクトロニクスがすべてなんて思っているわけじゃないけど、エレクトロニクスを エレクトロニクスの次元で、それ自身の言葉で語らせたら多くの可能性を持っていると思うんだ。これまでの表現にはなかったコンセプトやアイデアを現実のものにするには、今のところ一番適しているんじゃないかな。1990年、8枚目のアルバムを発表した、後事実上活動を停止。しかしその後も散発的に活動は行われた。2003年、 サマーソニックで23年ぶりに来日した。2006年、ディーボの曲を少年少女のメンバーに歌わせるディボ二2 0というグループをサポートし、アルバム、デーブ2.0をリリースした。2007年、1990年以来となる新曲、ウォッチアスワークイットを発表。2008年、サマーソニック出演のため来日。2010年2月のバンクーバーオリンピックのステージから、 テーマカラーを青とし、エナジードームも青くなった。6月15日、20年ぶりのアルバム、サムシング・フォー・エブリバディを発表。マーク・マザーズ・ボーは、1980年代後半から、映画やテレビドラマのサウンドトラックの作曲家として、積極的に活動している。インタビューなどで、当人たちより確認できたもののみ、1980年、M-80 フェスティバルに、 ダブザバンドオブラブとして登場。平和を希求する偽善者バンドとして、サンバイザーとカジュアルスーツに、首から大きな鳩のマークが入ったメダルを下げるといった、うさんくさい出立ちで、忌まわしいディーボソングとして、イットテイクス、エーワリードマン、プレイイングハン。またダブニー・コールマン主演のコメディ映画、プレイ TV にも登場。ここでは、シュリバルアップを演奏している。ディーボには、ライブや、 ミュージックビデオ等には、大火理論をレクチャーするいくつかのキャラクターが存在する。ディーボーには彼らの大火理論を表すいくつかのアイテムが存在する。彼らの公式サイトでも購入が可能なものもある。マザーズボーは、日本の怪獣映画、フランケンシュタインの怪獣サンダタイガイラを十数回も見たというほどの大ファンで、キップ・ハミルトンが歌う劇中歌、ザ・ワーズ。 ゲットスタックインマイスロートを耳で覚えてしまい、カバーまでしている。以上6作品とディーボライブマイナス対価合唱ダンジュン業期プラス16は2008年に菊池勲によるリマスタリングで紙ジャケット化され再発された。また7作品をまとめたボックスセットがディーボボックスとして日本限定発売。ありがとうございます。